メント来てた。ディアヌ入り滞在パで勝ったらチャンネル登録します。やってやんよ。左から強風オールバックファイナルエディション、右肩にチョコレート、世界最強お兄ちゃん、希望の少年鳥頭。うわ、フラウドリンがいる。おお、へえ。シェリーラン。強っ。魔人王。あ、相手もなかなかいい火力出しますね。はい。大丈夫かシールドン。おえ。わ。大爆殺しダイナマイト。おー、結論、巨人の LR はいつ来るんだろうね。ハローエブリワン、フォーエグザンポー、どうもゴスです。ということで本日はですね、 LR リリアを使って PVP 遊んでいこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで早速いきましょう。はい、ということで早速作ってきました。覚醒リリア LR、 めちゃめちゃ可愛いですね。裏側までめちゃめちゃ凝ってますからね、これ。ということでスキル1が、単体の敵に攻撃力の 220% の貫通ダメージを与え、残り HP の割合が最も低い味方の HP を与えたダメージの 80% 回復させる。これがね、貫通ダメージがついたっていう感じですね。で、スキル2が、全体必殺減らしに感染が1ターン目から、間違えた、スキル1からつくっていう感じで、これもなかなか強いと思います。で、必殺には、すべてのバフ効果を解除して、一旦の間受けるダメージ 50% 増加効果を付与し、攻撃力の 525% の切断ダメージを与えるということで、このクリティカル確率3倍効果がついたっていう感じですね。で、特殊戦技が、味方のターン開始時に、すべての敵に一旦の間、破滅の力効果を付与し、味方のの7つの災いキャラは敵のターンにスキル使用によって受けるダメージが最大 HP の 50% を超えない。これラグディアと同じ感じですね。また敵のターン終了時に解除された、破滅の力効果1個につき味方の7つの災いキャラの攻撃関連能力が 7% ずつ最大 28% まで増加するということで、最短上取って次の自分のターンで最大で 28% まで増加するという感じですね。だから災いキャラで組めばだいぶ強いんじゃないかな、これ。で、破滅の力は攻撃力 20% 減少、毎ターン終了時に残り HP の 15% の追加ダメージ。これもちょっともう意味わかんないぐらい、もしかしたらバカ強いかもしれないので、ちょっと早速使っていこうと思います。ということでまずはじめに一般の方で買ってやっていこうと思います。まずは技ワイパー LR のリリア、そして凶暴ロキシーで、あとはこのモノちゃんと、あと裏枠、防御力上がるイースティンでガチゴチでやっていこうと思います。それではやっていきまーしょう。で、一般で戦った後は上級でもやっていこうと思うので、ちょっとぜひ見てください。これ中身ありですね、相手は多分。さあ、まずはもう感染入れてっちゃう。感染入れてってロキシー単体で、フリーシューター、まあこれでまあまあまだね、落とせまだ攻撃関連能力が上がってないって言おうと思ったのに。いや、まだ上がってないんですよ、これ。次のターンに、このデバフが解けたことによって、HP 関連能力上がるんで。オーゴーバーマージンを。え、待って、災いバカ強いかもしれないぞ、これ。で、ここは、とりあえず、50% 以上入んないプラス、回復できるんで、絶対落ちないっすね。オーケー。さあ、これで、バフが解除されて、攻撃関連能力、今、7に、14% アップですね。さあ、じゃあ、デバフも解除？しかも相手にダメージも加えられる。じゃあ、一発これぶちかまして単体。で、攻撃関連力上げて、ここを倒していきましょう。レッツゴー！うわぁ！めちゃめちゃ強いじゃん！フリーシュートえ？マジで？オッケー。いや、マジか。なんか、思ったよりだいぶ強いな。さあ、相手滞在ですね。真面目にいたら、戦い方変わるんかな。まあ、デバフ溶けちゃうんだけど、でもデバフ溶けた時点であれだから、感染は多分これ入れていいんですよ。感染は入れて OK。で、全体2枚とかでいこうかな。多分1ターン目に落ちることは、まあ、誰かしらは落ちるけど、OK、感染入れて、
まあもうまだ火力はちょっと出ないって感じですね。でもこの次のターンでとりあえずリリアが生き残ってくれさえすればもう多分ほぼほぼ倒せるんじゃないかな。今ってあれかな、さあリリア絶対落ちないから、それ50%以上超えないし HP 回復する。さあ金札、それも絶対落ちないんで、どれだけ強くてもほげー、これ強いんとじゃあもしかしてだけど、あそっか、マジメリにはこれ効かない感じだ。最初のターンにデバフ解除されちゃうから、うわそれちょっとしんどいな。まあまあまあこんな感じでいきますか。ウェキアゲ、そっか、相手のターン終了時に落としてもらわないとそれが発動できないのかな。まあ強いですね。うわ落とせよ、ファイナル落とさんと天地開闢するやん。うわこれまずいな、落ちるかもな。オーコーガーマージンを、まあまあしょうがないしょうがない、それ落ちないっしょ。ナイス、いやいいね、いいわいいわ。火力はでもね上がんないね。マジメリにはちょっと対応できないっていうか、マジメリはしんどいなこれな。マジメリは天敵中の天敵ですね。ただマジメリ天敵になったらさ、この環境生きていけるのかって話なんだけどね。まあ別に災いだけで組まなくても良さそうっちゃ良さそうだけど。オッケー、いやいやいや全然強いよ。てか真面目にさえいなければって感じだよね本当に。さあ来ました、うーチューンか、それちょっとめんどくさいな。でもこっちそっかデバフ解除できるから、一旦これナックさん落とし行く、ナックさん落とし、いや待て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 、そっか別に解除できるからいいのか。これでもう感染も入れといて、で解除回避飯ね。でもこうしたら次のターン解除できなくなるかな。あ、オッケー、ナイスナイス。あーでもこれあれか、物が気絶すると解除できなくなるか。まあまあまあいいとしようか。いや、いいくねえな。結構厳しい戦いだな、これ。しかも、1ターン目に、トリアのデバフ解除されちゃったからな。これちょっと厳しい戦いっすね。やっぱ真面目にトフィトリアには勝てないね。そうすると、グラクロ界隈では生きていけるのかいけないのかっていう。いや、これは厳しいっすね。まあでも、やっぱこれでも残るからね、50% 以上は。食らわないから。まあまあ、しょうがない。はい、ということで続きまして、上級2戦やっていこうと思います。装備は全員生命鉄壁で、リリアこちら必殺マックス、まあ、等級とかのね、装備の厳選も甘いんですけれども、等級7万1000は超えてますね。まあ、7万超えたのは素晴らしい。ということで、こちらでどれぐらい戦っていけるかやっていこうと思います。さあ、コントンさん来い、コントンさん。おお、うわ、人間に、なるほど、この編成すごいですね。なるほどね。ちょっと真似させていただいてもよろしいですか。あー強いわ普通に。じゃあこっちコントンさん狙い行きましょうか。コントンさんだけ落として、あー落とせないな。うん、あ災いキャラだけ攻撃関連能力が上がるのね。じゃあコントンさんはあんまあれなんだ。でも1ターン目から感染入れられるって結構でかいよね、上取って。これ裏枠何なんなのかな。まさかのコントンさん使ってこなかった。なるほどね、そういうことしてくんのね。むずいなこれ。これでちょっと全部ぶち込ませ、レッツゴー。無理かな、いけ。おお、でもいい火力出すわ、素晴らしい。ちょっと裏枠確認で、あ裏枠エスカノールでレベルじゃないか、等級上げてたのか。それではこっちもさっきのを見習ってやっていこうと思います。等級ほぼ一緒になった24万。それではこれでラストいきます。やっぱ何事もね徹底的にパクるっていうのが大事ですからね。さあじゃあ1ターン目にこれぶちかましてって、どうしよっかな、パークを先倒してっか。こんな感じでいきましょう。うんうん、1ターン目からいい火力出すよ。あ待って、コントンさんのコントンさんの戦技何も考えてなかった。重なれ重なれ、なめんなよバカ野郎。まあロキシー1ターン目に落ちるのはしんどいけど、あー落ちちるね、ホケー。さあ後ろからファイナル登場、感染は一応打てるんで、攻撃関連能力がかかったリリア単体でもう一位ゴンドン、フリーシーター、もうちょい火力出てほしいな。あ、まあ、でも、強いか。さあ、こっからコントンさんが落ちなかったら俺の勝ちです。落ちるな、これ。
おい、まあこれ完全に僕のプレミなんですけどね。あぶねえ。じゃあ1で倒して2で倒す。レッツゴー。王侯ガーマージン。うーわ素晴らしい。これ絶対落ちる、絶対落ちる。王侯ガーマージン。いいねえ。おえということで本日もご視聴ありがとうございました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。普通に LR リリア、まあ使ってみた感想、強いは強いですね。ただ見てもらった通り、フィトリアとかマジメリとか自分のターンにデバフを解除できちゃうキャラに関してはこっちの攻撃関連能力が上がらないので、その点ちょっと弱いなっていう感じはします。ですが、投球も上がってますし、全然ね、もう人間パの、もう上取り人間パ目的のみで、入れるのは全然ありだと思うぐらい強かったですね。なんで、ぜひ皆さんも、持っている、証持っている方は、こちら使って、作って使ってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで皆さん、間違えた？うの、と、ストレス！ Thank you！ はい、ということで、思ったより、やっぱ強かったっすね、普通に。追加ダメージ与えられる。まあ、真面目にさえいなきゃって感じですね、はい。お前さえいなけりゃってなんかありましたよね、アニメで。という感じで、マーリンもちょっとこれからね、ダイヤ使ってゲットしてこようと思いますので、マーリン動画、ぜひ皆さん、お楽しみにしておいてください。僕の動画見てからぜひ引くかどうか決めてください。ということで皆さん、おやすみー。